ロレンツォ・ダ・ポンテはイタリアの詩人で台本作家。モーツァルトの三つのオペラの台本を書いたことで知られている。ダ・ポンテはベネト地方のチェネダでユダヤ人の家系に生まれた。元の名前はエマヌエーレ・コネリアーノであった。1763年に一家はキリスト教に改修して洗礼を行った司教ロレンツォ・ダ・ポンテの姓を名乗り、エマヌエーレの名前をロレンツォとした。 ダポンテは後に生殖につき、ベネツィアで暮らした。しかし、宝刀生活を送ったために1779年に、ベネツィアから追放された。ビンに移住したダポンテは、アントニオサリエリの口利きによって、台本作家としての能力を認められ、ヨーゼフ二世の宮廷で詩人としての職を得た。何年もの間、オペラのイタリア語台本を作成する仕事を続け、 様々な音楽家に膨大な数の台本を提供して成功を収めた。1785年にはだ、ポンテの台本にサリエリとモーツァルトらが曲をつけたオフィーリアの健康回復に寄せてが作られている。モーツァルトとの共同作業で代表作となる3つのオペラを作ったのは次の年である。1786年、フィガロの結婚。1787年、ドン・ジョバンに 1790年、コジファン・トゥッテ。1790年に、ヨーゼフ2世が死ぬと、宮廷の中で不況を買い、1791年に、ウィーンを去らなければならなくなった。人気を失ったダポンテは、1792年から1805年まで、ロンドンで過ごした。その後、アメリカに渡り、フィラデルフィアを経て、ニューヨークに落ち着いた。 コロンビア大学の最初のイタリア文学教授に就任し、イタリア語及びイタリア文学の教育に献身し、さらに最初のオペラ劇場を設立しようと努力したが、不守備に終わった。1823年から1827年まで4巻の回想録を出版し、1829年から1830年には決定校が作成された。また、 詩人としての才能を攻撃する抽象文書、ハンダ・ポンテも出版された。1829年のドン・ジョバンにアメリカ書演には80歳の高齢にもかかわらず出席している。ありがとうございます。